落トシブミの溶蘭落トシブミは、落トシブミ科の昆虫の総称である。落トシブミアパダースジコリーは紛らわしいので特に、波落トシブミということもある。ここでは、落トシブミ科について述べる。中型から小型のカブトムシで、体は頑丈で厚みがある。いわゆるゾウムシ類の姿であるが、多くの種では、頭部から後期部分が突出する程度は小さく、むしろ頭部の目より、 後ろの部分と前胸部が長く伸び、一見すると首が長いように見える。ただし口が長いものも多く、後日のちょっきり類はむしろ普通のゾウムシの姿である。名前は、江戸時代に他人にばれないように手紙を道端に落とし、他人に渡したという落とし文から来ている。新緑の時期に紅葉樹の野の山などを散策していると落とし文のような、 筒状に巻かれた葉が落ちていることがある。この落とし踏みをせっせと作って路面に落とすのが落とし踏みかの昆虫である。ホトトギスの落とし踏み、落とし踏みの溶卵の別名もある。メスは初夏の頃、ある特定の若葉を巻いて溶卵を作る。葉を決まった方法で折り曲げ、緊密に巻いた。それは円筒型をしており、指で触ったくらいでは崩れない。作成にあたっては、 歯全体を使う例、歯の一部を切り取って素材とする例など、種によって違いがある。出来上がった溶卵はそのまま歯についている例、落ちやすいように切り取って後に自然に落ちる例、切り落として落とし踏みにする例などがある。溶卵を作るのはメスであるが、オスがそばに付き添う例がある。この葉を広げてみると最も内側に卵が一個だけ産み付けられているのがわかる。 産卵は葉を巻く間に行うもの、完成後に穴を開けて行うものなどがあり、これも種によって異なる。卵から変えると、落としぶみの幼虫は、幼卵の葉を食べて育つという、非常に合理的で無駄のない仕組みになっている。幼虫は幼卵を内側から食べて成長するが、この時、中の様子を観察しようと幼卵に穴を開けると、幼虫は、踏んで塞いでしまう。 幼虫はやがてさなぎとなり、羽かするが、羽か後もすぐに、外へは出ず、数日洋卵の中で過ごす。これは、体が完全に硬くなるまで待っているためと、考えられる。ちょっきりも、同様の習性があるが、落とし踏みのような円筒形の折り曲げたものでなく、棒状や筒状など、巻き込んだだけのより細長いものを作る。洋卵を作らないもの、多種の洋卵に、自分の卵を産み込む。 寄生性のものも知られる。また、チョッキリ類では、幼虫は、溶卵から脱出して、さなぎになる。主な天敵として寄生蜂類が知られており、卵に寄生する、落とし踏み卵チポロポエア森本イや、幼虫に寄生する、落とし踏みコマユバチブレイコンアポデリの寄生を受ける。カバイクビチョッキリリーポーウスベイトライかつては、落とし踏みは、 似た生態を持つちょっきりと禁煙と考えられていた。そのため、落とし踏みとちょっきりを同じとがにし、落とし踏みか落とし踏みやかと、落とし踏みか、ちょっきりかにすることもあった。また英語では、落とし踏みとちょっきりを、リーフ、ローリング、ウィーベルズと総称する。しかし、各、ミトコンドリア DNA の分子系統によると、落とし踏みと禁煙なのは、ちょっきりではなく、 オキシコリヌスかアキシコリナデイだと判明している。落としぶみは約1000種がおり、23種が日本に生息する。日本では沖縄を除く日本全国に分布する。成虫は春から初夏にかけてよく見られるが、林園部の比較的明るいところに生息し、新葉樹林や日の差さない森林の中やでは滅多に見かけない。ア族、族の分類は一定せず、 ここに示したのは一例である。学名のカッコ内は、アゾクで、省略化。ヒロエッ x パラサイトザムオブサムリーフ、ローリング・ウィーベルズ、インリレーションツーザ・ナンバー・オブ・エックス・レイド・イン、エイリー・フロール、ウィズ・スペシャル・レファレンスツー・パラサイトザム・バイ・ポロポヤ、森本井ヒロセ、コンチュ36、377、388、クラミツ系、コミゾ系、 パラサイトザムオブスリーアテレイビド・ウィーベルズ・バイ・ブレイコン、アポデリ・ワタナベ・イン・キュッシュ、ジャパン、エンタマロジクル・サイエンス17、440から442ハントスチュアーファー、アンナ・ケイ、エトール、トゥアーズ・ザ・ファイロジェニー・オブ・ザ・カークリア・ニディア、リコンストラクションズ・フロム・マイテコンドリエル・アンド・ニュークリア、ライベソマル・ DNA シーケンシーズ、ズ・ラジスチャー・アンツァイガー248、三3 1 ありがとうございます。